皆さんおこんこににちは、えー、と私は私東京大学学の理学部に所属ししている、えー、伊藤健一と申します、えー、本年度はオープンンキャンパスととししししててこ、えー、このよようなな形で、えー、講演をさせいいいたたただくくにりままろお願す本日の講演タイトルは「えー、曲線曲面曲がった空間と曲率」ということでいろいろ皆さん曲がった図形曲線とか曲面とかは、えー、すごくなじみのあるものだと思います。 で曲がった空間、空間が曲がっているということもあるんですね。で、その曲がっている曲がり具合を表すものに曲率というものがありまして、それについて簡単に紹介できたらいいなと思っています。えっとまあ、少し難しい話になってしまうかもしれないんですけれども、まあ、えー、我慢してくれたらいいかなと思っていますので、よろしくお願いいたします。それでは中身に入っていきたいと思います。まずですね、いきなり例題ということで。 こううんざりする方もいるかもしれませんけれども、放物線 y= イコール x 二乗の点 (1,1) における接線を求めようということで、なんかこう嫌な感じをする問題が出てくるわけですね。で、まあこれは完全に単なる枕ですので、あの皆さん気楽に聞いていただきけたらいいと思っているんですけれども、えっとこれ簡単なえっと皆さんのえっと高校生の1年生2年生の段階でま解けるようなもので、例えば2つ私が思いつくような解法がありまして、一つは 接線の方程式を置いてしまうと y=ax+b と置いてでこの a と b を条件から決定しようというようなのが、まあ、これだったら1年生でも解けるかなというような感じのものになっています。でこれいちいち通るのでこういう関係式がまず出てきましてそれでさらにこの接線と放物線が接しているということからこれが重解を持つという条件から判別式を求めるとこの形で 2つ目の条件式、二つ目の条件式が出てくると、でこれで解くと、と a イコールに b イコールマイナス1というふうになって、まあ求める接線が出ますよということになります。あるいはですね、高校生の2年生の方だと、まあ、この時期だとおそらくすでに微分とかを習っているのではないかと思います。で微分なんかを習っていると接線の方程式が一発でカチッとかけてしまうわけですね。一般に y イコール f x というような曲線の 点 C、FC における接線の方程式というのはこの形で書けるというのがこう一発で分かってしまうわけで,で、でそうするとここから11における接線なので微分計算してっていうふうにやっていくと同じ方程式接線の形が出てくるということになります。でまあなんかねこう雲散するような話だとは思うんですけれどもあの我々が今日考えたいのは何かというと接線とは数学的には何だろうというのをまあ話の 最初のモチベーションにしてていいいきたいと思っていますこの接線接線接線を求めろって言われてなんか数学やってる人はどんだけ接線好きなんだというふうな感じがするかもしれませんがそもそも何で好きなのか何で接線が面白いのかというところからスタートしたいと思います。で接線っていうのは数学的には何かというとその曲線をその点において最もよく近似する直線のことを接線と。 いうふうに呼ぶというのがま数学的な定理ですね。接しているというよりはその曲線にその曲線をその点において最もなんか簡単な図形で表したい。簡単な図形というのはここでは直線なんですけれどもその簡単な図形で近似して表してあげたいというのが接線のま数学的な定理となりますで。これ別の言い方すると次のスライドに移りますけれどもえっと曲線の接点においてその接点において曲線を無限に拡大していくと 接線が現れるといいううよなな形になっていますこれ例えば今日ちょっと簡単な、えー、とこうものを準備したんですけれどもこれ拡大今倍率が上にここに出てますね1倍なんですけれどもこれどんどん拡大していくとこんな感じで曲線がどんどん直線に近づいていく様子が見えると思います。これでもまだ60倍とかしてもまだここのところにギャップが見えるぐらいでまあまあ,あの結構収束が遅いんですけれどもこれ100倍とか。 200倍300倍と、まあ、大体1,000倍ぐらいいくとほとんどギャップが見えなくなるという感じになりますね。まあどんどんやって、まあ、これ好きなだけでやればいいんですけども8,000倍とかにするともうここのメモリもかなり小さいですけども完全にほとんど直線に見えるというような形になるわけです。なので接線がわかるとその点における曲線の大体の振る舞いがわかるというような形になっているわけですね。 で今日テーマにしたいのは、まあ、接線だと、まあ、それはそれでいいんですけどももうちょっと1個情報が欲しいもう1個深い情報が欲しいそれは何かというと曲曲線ががど,どれぐらいいいっているかとううよなのであの直線で禁じするのではなくて何かその曲がり具合を表したようなものまで拾いたいなと。でそのためにはどうしたらいいのかというと線ではなくて直線ではなくて円を使って禁じしたら。 その点におけるる曲ががり具合が分かるんじゃないかなというのでこれフィット円とこれはあの正式な用語ではなくて私が勝手に作った言葉なんですけどもフィット円という概念をちょっと導入して見てみたいと思います。でここに書いてありますように曲線を直線ではなくて円で近似してあげるとそうするとその点における曲線の方向方向だけを見ているのは接線ですけれども方向だけではなくて曲がり具合まで定量化することができるだろうと。 でその曲がり具合にすごく一番よくフィットしている円のことをまあフィット円と呼ぶことにしましょうというふうにここでは定義して話を進めていきたいと思います。だから接している円これは例えば放物線この青い線が放物線になってますけれどもこの放物線に接している円っていうのはこう大量にあるわけですね。いろいろここで方向が一致していれば何でもいいんでちっちゃい円から中くらいの円からでっかい円から逆向きの円を接,させ接しさせるというようなことも可能なわけなんですけれどもこの中で この曲がり具合に最もよくフィットしている一番フィットしているのを選びましょうとこれですねこの黄色いやつはここの曲がり具合にすごく一致しているような形になっているこういったものを選び抜いてこの円によってこの曲線を禁じしてあげましょうというふうに考えるでこの曲線の曲がり具合を見るのにこの円の情報を使ってこ曲がり具合を捉えてあげましょうとでそれから何がわかるのかなというのをやってみたいというのが今日のお話のテーマですね。 でまあ、必要に応じて、まあ、これ後で出てきますけれども直線も半径無限大の円として円の仲間に含めるということにしましょうちょっとこれだけだとちょっと分かりづらいかもしれませんので、えっと、次あのなんか動画というかお用意したんですけれどもこれですねこれはまあちょっとした曲線を準備しましたでそれにこれなんか黄色いのがついてるんですけれどもこれ実は円で禁似してますちょっと今接点が見えないところに入ってるんであれなんですけれどもでっかい円がついてるわけですね こういうふうに接点が動いて、その接点において曲線を最もよく近似する円っていうのを今くっつけてだからここがここはまあ円が一番ちっちゃくなるところですね。でそうするとカーブが一番厳しいところになります。でこうやって今度は広がっていってここで円の向きがくるっと一回上の方に円が回って、今度はここにフィットする円が出てくると。でどんどん広げていくとまたこう動いていくという形になってまして。 あの見てるとわかると思うんですけれども曲線が直線に近いところでは曲線があまり曲がってないところではその半径がどんどん大きくなるということが見て取れると思います。ですごく曲がっているところでは円がどんどん小さくなるというのも見て取れると思います。なので曲線の曲がり具合を定量化するのにこのフィット円の半径を使いましょうフィット円の半径が大きいところでは曲線があんまり曲がってない。 フィット円の半径が小さいところでは曲線がすごく曲がっているというような感じで定義してあるようと。で、そのようなフィット円の半径のことをここではここではというかこれは正式な用語ですけれども曲率半径と呼びます。だから曲率半径が大きいとか曲率半径が小さいという言い方をしてその曲線がすごく曲がっているのか緩やかなのか曲がっていないのかというようなことをこう定量化できる。 極律半径このまま扱ってもいいんですけれどもその極律半径の極律半径分の1のことを極律と呼びます。だから極律半径が大きい時はこっち見ましょうか極律半径が小さい時は極律が大きい極律半径分の1なので逆転大小が逆転しますよね。まとめて言うと曲がり具合が急激になっているところでは半径が小さい。で極律の言葉で言うと極律が大きいというふうになると。 逆に曲がり具合が緩やかなところでは曲率半径が大きいし曲率は小さいということになるというような関係があることがわかりますね。でさっき言ってたように、えっと、曲線がすごく直線に近いところ、まあ、例えばこれはこんな状態のところですね、まあ、これでもまだ曲率半径15ぐらいなんで大して大きくない,という感じもしますけれども、えっと、曲線がまっすぐに近いところでは曲率半径がめちゃくちゃでかくなるというような形になります。で逆に 無限大分の1になるので、直率の言葉で言い直すと直率ゼロと全然曲がってないですよというような形になるというような関係があるわけですね。まあなんかどうでしょう感覚はつかめるでしょうかね。直率そのフィットさせる円の半径と半径分の1っていうのを使ってその曲線の曲がり具合をこう定量化してそれで理論しましょうというような形になっています。でまあまだ直率っていう言葉がなんとなくえっ、ー、と馴染みが その例えばこれ半径分の1を考えるってなんで分数考えるのとかそういうのはなかなか <laughs> イメージがつかみづらいかもしれませんが例えばえっ、ー、とそうですねあの例えて言うのであればこの曲率っていうのは自動車で走ってる時のハンドルの切り方がちょうど曲率に対応しています。ハンドルをいっぱい切った時は、えーとまあ、ハンドルをこう切って固定していると車がこうずっと円を描きますね。でその円の円大きさが 大きいっていうのはまあハンドルがまっすぐに近いときで円が小さくなるっていうのはこのハンドルをすごくたくさん切っているときに円が小さくなるというような関係式があります。だからえっと車に乗っている時のその車の軌跡を見たときにその車のハンドルの傾きを見ることでまあ曲率を見ることもできるというような形になっています。でそういったことを考えるとまあ実はこの曲率はこう自動車の運転に 対しててああるる応用ががといいうのが知られていますでそれが、えっと、クロソイド曲線と呼ばれるようなものなんですけれどもこれはまあ曲率の応用例ですね定理を言うとまずちょっと自動車の話をする前にクロソイド曲線の定理を述べておくとどのようなものかというとクロソイド曲線というのは曲率が曲,目え曲線上の固定点からの距離に比例するような曲線そういったことをえクロソイド曲線と呼びます。な難しいいよくわかんない いう感じがするかもしれませんが、この絵で言いますと、この原点からの距離ですね。この項に沿って動いた時の原点からの距離に比例して、曲率半径が曲率半径じゃない。曲率がどんどんでかくなっているというような形になっています。これどんどん曲率が大きくなってますよね。なんとなく分かってもらえるといいんですけれども、で、まあ、こういうのを実際に実現するにはどうしたらいいかというと、さっきの自動車の話でいうと。一定速度で、だからアクセルを一定の速度で負かし続けて動いている。 自動車の上でハンドルを一定のテンポで切っていくとあのアクセル一定にしてますからこう移動速度がずっと同じ速度で動いているわけですねそこでハンドルを一定のテンポで切っていくと曲率が移動速度に比例してどんどん大きくなるということが起こりますなのでえっとそういった形でこのクロスホイド曲線を作ることができますここからスタートしたらアイスタートってスタート切った瞬間にハンドルを切りながらアクセルを同じ速度で付加していくと すると、こういった曲線が出てくるというのがわかりますね。で、まあ、これ、理論上はそれでいいと思うんですけれども。これ、何に応用されているのかというのは。えー、気になるというか、まあ、それがあれあ、話なんですけれども。例えば、えっ、ー、と、これ、あの。高速道路のカーブにおいて、クロスオイド曲線がごうう利用されています。これ、あの、まあ、ちょっと。高速道路としては。しょぼい。高速道路なんですけれども。あの。<laughs> ここから。 直線の部分ですね直線のこっちから来てこっちに道路をつなぎたいなと思った時に皆さんはこれどうやって道路をつなごうかなと安直に考えたらここの部分を円弧で円の弧でつないであげたらこういいんじゃないかなとなんとなく思うと思うんですけれどもこれは大変危険な行為になります。というのは円弧にこう入った瞬間にその円に合わせて曲がるためには ハンドルを一気にグッと切って固定しななきゃいけないけんですね急ハンドルを切るということになります。ここの円に差し掛かった瞬間にカーブに合わせて曲がらなきゃと思って急ハンドルを切る。で、あのなかなか皆さんの年齢で免許を、年齢でというか、まあ、高校生で免許を持っている人は少ないと思うので、実感が湧かないかもしれないですけども、高速でうろ動いている車の上でハンドルを切るのは、急ハンドルを切るのはこれ大変危険です。 こういったことをこういった設計をするとここで多分事故が多発するというようなことが起こりますそこでですねさっき言ってたクロソイド曲線を緩和曲線ここ穏やかにする曲線としてクロソイド曲線をここに挿入しますこれがこの黒い部分がちょっと分かりづらいかもしれませんがこの黒い部分がクロソイド曲線になってますでここの赤い部分は円弧になってますねで、まあ、これ完全に円弧の部分とつなげ、あの 比較するとこういう形になっていて、まあ、ほとんど変わらないじゃないかという感じはするんです。けれども、こうクローソイド曲線を入れることで、あの安全な運転をすることができます。というのはなぜかというと、こっちから車がわーっと走ってきて、この黒い部分であなんか曲がり始めたなと思うわけですね。そう曲がり始めたなと思ったときにこうハンドルを切り始めるわけです。けれども、ハンドルをそっから入った瞬間にクローソイド曲線は？ ハンドルを一定,時間一定のテンポで回していくとそのクロスソイド曲線に沿って車が進むということになっているので何か曲がり始めたなと思ったらどんどん曲がり始めたなという感じでこう一定の速度でこうハンドルを切っていくとここの部分にちょうど沿って移動することができます。で円弧に達した瞬間にこれ以上曲がんなくても大丈夫かなと思ってハンドルを固定してここで曲率一定で円弧を通過してその後にまた黒いところに入ると。 カーブが緩やかになってきたなという感じがするので、今度は逆向きに同じ速度でハンドルを操作すればいいというような形になって、あの同じ速度でハンドルを回すというのはすごいやりやすいことですから、急に切るというのではなくて、あの同じ速度なのでやりやすいのであの、まあ、非常に安定したハンドル操作が可能になって、こう安全な設定ができるということが知られているということですね。 なんか円で禁じするというようなことを言ってましたけれどもこういった形でカ、えーマ曲線として実際応用上の、えー、とご,利益ご利益がご利益があるということになっていますそのあはですねこのクロスソイルド曲線というのは例えばジェットコースターの垂直ループなんかにも利用されていますあのジェットコースターでこうぐるっと回るってありますよねそのととにににぐるっと回るるっ回ここで突然円にあの直接接続するとその 縁に入り込んだ瞬間に遠心力が体にガッとかかって突然力がかかるのであの人間のこう背骨とかにこうダメージを与えてしまうというようなことがあるそうでそういった時にプロソイド曲線を入れておくとその遠心力が徐々に入るのでそのゆっくり入ってくる遠心力に体が反応してこう何ていうか突然力がかかると対応できなくてけがしてしまうところをけがせずに済むというようなところでもこう応用があるというのが知られていると。 とですね、どうでしょう、えーとまあ、面白いと思ってもらえるかは分かりませんが、まあ、こういった応用があるという感じになっています。でまああの、まあ、応用は一つの例はこれなんですけれども、えー、とその曲率とか曲率半径の計算公式っていうのは、えー、と実はちゃんと書くことができます。 でまあ、これあんまり面白くないスライドだなと思って作っていて思ったんでここでもそのままえっとさらっと流してしまおうかなと思ってるんですけどもあの曲線が与えられた時にその曲率と曲率半径をえっと計算するっていう公式はあのちゃんと導くことができて、まあ、ここに挙げられているような感じですねちょっと小さくて見えづらいかもしれませんが、えっと、直線あの接線を求めるときは接線はまあまあ曲線を禁じしているということで、えっと、まあ,ある種の一時禁じを与えていたんですけれども、えっと その曲がり具合まで含めて円で禁似したいということになっているので、えっと、二次禁似まで見る必要があって情報としてはまあ2回微分まで現れてる,るというところだけちょっとまあ微分を知っている方だけの話になりますけれどもちょっと注意してくれるといいかなと思います。あとはまあここら辺に例123とかあってまあ直線の場合は極率半径無限大で極率0で円の場合は極率一定でと鉱物線に対してはっていうのがあるんですけども、まあ、これ気になる人とかはまあ これ動画で撮っていますので、あの適当に動画止めて自分で計算してみたらいいかなと思います。気になる人はちょっとやってみてください。で、まあ,あと逆にえっと曲率を与えてあのその曲線を再構成できるかというような話とかもあるんですけれどもまあ、それは例えばこのこれは低曲率の場合ですけれども、それはえっとこういった形で微分方程式を解く問題になるというような形になってますので、まあ、ちょっとここら辺は高度な話になりますので、今日はあのスルーします。 まあこういった公式もありますよというのだけ一応触れておきましょう。で今度は曲線から曲面の曲率を見てみるというようなことを考えてみたいと思います。えっと、さっき、えっと、曲線の時は、えっと、その曲線にフィットする円を考えればいいですよという話だったんですけれども曲面の時はこうどうやって曲率を計算するのか。まあ、やっぱり アアイデアは一緒で、局面に円をフィットさせるとというところから話が進みます。ただし局面がいっぱいに与えられた時にその局面に円をフィットさせようとするといろんな角度で円をこう接させることができるので1位に話が決まらないんですね。でその時にどういった角度でっていうのをちゃんと言うと、まあ、ここに書いてあるような形になります。これちょっと動画を見せた方がいいかもしれませんがこんな感じでですね 与えられた局面に対して、こう曲線をフィットさせるわけですけれども、その時に。局面のそのある点を見るわけですね。その点における。切平面を見ましょうと。で、切平面に垂直な円を考えます。でも、これ切平面に垂直な円というのは。これ回転分の自由度がまだいっぱいありますから、たくさんあるんですけれども。その回転させたときに、いろいろな半径が現れる。その最大と最小のものを、え、極局と呼んで、まあ。 これギリーシャ文字のカッパなんですけれども K ではなくてカッパマックスカッパミリという形で書きましょうだから曲面に対しては、まあ、2つ曲率が現れる、まあ、主曲率と呼ばれるものが現れるというような形になってます、まあ、だからこれあのこれだとここが一番小さい時ですね円が一番小さい時でこれが円が一番大きい時だからこの時の曲率半径の、えっと、その曲率半径分の1っていう逆数を取ってきたのが 率でこれはマックスの方です、ね、ミニの方はまあ極率の言葉で言うとこっちが極率マックスで、えっと、こっちが極率ミニマムになるわけですけどもまあそんな感じでえっと極率を定義しましょうと。でまあえっと曲、まあ、面の場合には極率が2つ出てくるとちょっとややこしいんですけれどもあのまあ一般にこれを応用するときはえっと もうちょっとその2つののつから構成されるる別の量を見ることととがが多いいでですすそののつが平均曲率と呼ばれているものですねちょっとここに定義が書いてありますけれども平均極率まあ H で表すことが多いんですけれども H というのは何かというとカッパミーとカッパマックスを加えたものこれが平均極率の定義になりますまあ平均っていう言葉はついているんですけれども平均じゃなくて和を取るんでちょっとそこはなんか気持ち悪いかもしれませんがまあそういったものになってますね。 でこの平均曲率っていうのはどこに現れるのかということなんですがこの平均曲率というのは実はあの石鹸膜とかみたいな表面張力が働くような局面で平均曲率が現れることがこう知られています。表面張力っていうのは何かっていうとそのちょっとあの表,面表面がこう縮もうとする力ですね。だから、えっと シャボン玉の膜っていうのはこう自分自身がこう一番こう小さくなろうとするような力がシャボン膜に働きます。まあちょっとシャボン膜で分かりづらければ、えっと、風船とかでもいいです。風船はこうゴムでできてますよね。でゴム膜が縮もうとするんですね。でその時にまあ表面にこう超力が働く。で、えっと、その時に縮もうとして、えっと、一番小さい 面積を実現しようとするのがそういった性質があります。で、実はその一番小さくしようという性質から、えっとこのそういった局面は、えっと平均曲率がこう一定になるということが知られています。えっとなのでちょっとシャボン玉の例に戻ると、シャボン玉だと えっと、体積を囲ってるっていうあのだから中に入っている空気が外に逃げられないっていう束縛の条件があってその束縛の条件の下で一番表面積を小さくするにはどうしたらいいかそれはあの一番小さくなるのは球9が一番小さくなるんですねなので、えっと、シャボン玉は小さくななとして、Q、になるあのビオーって伸びたような変な形になるとあの同じ体積を囲っていながら伸びてしまうと表面積が大きくなってしまうのであのそれは実現されない。 という,ような性質があります風船も一緒ですね風船の場合はちょっとゴムの厚みが場所によって違うので表面張力の働き方がこう場所によって違うので、えっと、それはあの必ずしもまん丸ではないですけれども、まあ、大体丸に近い形状になりますよね。それはゴムが縮もうとしてでも中に入っている空気は逃げられないから中に入っている空気を逃がさないという束縛条件のもとで一番小さくなろうとすると、まあ、球面に近い形になる。まあ、そののの時ににちちょょっっっととゴムの厚みによって場所がちょっと違うので 力が違うので小じんぴが歪んだ形になるというような性質があってその時に成り立つ性質として局面は平均曲率を持つということが知られています。とまあこれを証明するのはここでは大変なのでやらないですけれどもあのまあアウトラインを言うと曲率が平均曲率っていうのは実はその局面をその垂直方向にずらした時の、えっと、面積の増大の。 まあちょっと難しい話ですね造大の一時近似になっているというのが知られていてもしも場所によって曲率が違うとその曲率の差のギャップを利用して体積を変えずにえっと面積を縮めるというような操作ができてあの最小線に反するというようなことが出てきますのでまあ一定曲率にならなければならないというのが知られています。ちょっとここに書いてありますけれども まあ、与えられた束縛上限のもとで最小にしようと表面張力が面積を最小にしようとすると、まあ、一定の曲率になってしまうというようなことが分かると。でこのような性質を利用すると、えっと、プラトンの問題と呼ばれているものがありましてそのプラトンの問題っていうのはどんな問題かというと与えられたフレームを境界に持つ面積最小の局面を求めなさいというような問題ですね。 だからこう例えば円盤のフレームが与えられた時にこの円盤のフレームを貼る面積最小の局面は何ですかと言われた時にまあ皆さんあの安直に思い浮かぶのはこ平面でこの部分をこう円盤で貼ってしまえばそれが面積最小になるというふうに思うわけですけれどもそれを解こうと思った時にシャボン膜を使うとシャボン膜がちょうどあの面積最小にしようとするので勝手にシャボン膜があの解を教えてくれるというようなことが 知られていま,すでまあ逆に言うと、えっと、その曲率が平均曲率が一定の局面を与えるとそれを実現するようなシャボン玉の膜も作れるはずというようなこともまあなんとなく分かりますね。でまあちょっとそれをどんなものが出てくるかっていうのを見ようと思うわけですが、まあ、ちょっとここでは簡単のために平均曲率はゼロの場合考えます。で平均曲率ゼロのような局面のことを、まあ、極小局面と呼ばれていてまあえっと まあここに書いてある、ねまあ、体積を囲ってないとか滑らかとか、まあ、そういった条件を付,した時の付けた時のまあシャボン膜の、えっと、条件がこれになってます。だから平均曲率のがゼロの局面をこういっぱい持ってくるとそれを実現するようなまあシャボン玉がなんとなく作れるだろうというような感じになるということですね。まあ、ちょっとあ,のあまり細かい話は抜きにして、えっと、絵を見ましょうということで一、まあ、つ目の例はこれあの懸垂面と呼ばれているような。 例ですね。あの、まあ、こんな形です。まあ、式で書くとここに挙げられているようなこういった式になりますね。で、えっ、ー、とまあ、皆さんえっ、ー、と曲線のパラメータ表示っていうのをやった人もいるかもしれませんが、えっ、ー、と曲面もパラメータで書くことが実はできて、えっ、ー、と二個パラメータがあると,、えー、とそれあの曲面が出てきます。ちょっとここは細かい話はあまり抜きにして、なんとなくこう書けますよということだけ。 えっと、見ておいて、まあ、こういう局面。これが、まあ、平均曲率ゼロの局面になってます。まあ、見ると。各点において、逆向きに曲がってますよね。だから、えっと。ある方向で、こう、こういうふうに、例えば、この。一番細くなっている部分を見ると、こう、こういうふうに曲がっているところと。においては、こっちの方は、縦には、こう、逆の方向に。えっと、曲がり方が出てますよね。だから、こっち側と、こっち側で、その。逆の曲率なので、えっと。 符号が逆の曲率が出てきて、まあ、それが等しくなるようなそういったのがあらゆる点で成り立っているここでもそうですねどこでもそんな形になっているというような感じになっています。でまあ先ほど言ったように、えっと、これあの平均曲率ゼロの極小極面を持ってくるとこれを実現するようなあのシャボン玉ができるということなのであの実際これあのこの上の部分ですねフレームこの輪っかになっているところと上の輪っかと下の輪っかをフレームに持つような えっとフレームを針金を2個持ってきてその間にシャボン玉皆さんこれ実験でできるんで貼ってみてください貼ってみるとなんとなく直感的にはこう円筒状のシャボン玉ができるんじゃないかなと思うと思うんですけれども実は円筒状のシャボン玉できなくてこうキュッと縮んでまた膨らむというようなこう細くなったウエストの部分がこうえぐれた局面が出てきます。 これなんとなく直感に反すると思うんですけれどもまあもう少し理解しやすくするとすると例えばこの円筒の高さというか円盤の離れ具合がすごく離れているとしましょう下と上でものすごく離れている時にここのフレームを張るようなシャボン玉をで持っていきましょうその時に、えっと、その面積を最初にするにはどうしたらいいかと考えると,、えっと円筒でこうずっとシャボンうまく張っていくと ずっと同じ面積でででくるんでものすごくロスが大きいですよねだけれども一回ぐっと絞って細い管の形にしてまたふっと広げると,、えっと細くできるのでそうするとそこの部分はすごく節約ができるのであんまりその面積を小さくすすることができますよね極端な場合は離れてものすごく離れてるからギュ、えっと、って最初の段階で絞ってしまった方が真ん中の部分で面積を節約できるので、えっと、膨らまずに済むと。 でまあ、それの,あのそれまあ極端じゃない場合ですねそれだからこう近づきていくとやっぱりまあそのバランスによってあのどれぐらい細くなってこうなるかっていうのが決まるというような形になってますちょっと分かりづらいかもしれませんが、えーとまあ、そんな感じですねこれは例えば1個の例で他の例とかもあって、まあ、これは上羅線面と呼ばれているものですけれどもこういったものもありますこれはまあその 螺旋階段を両側につけたような感じの形ですね。なんか気持ち悪いですけれどもこれはだから、えっと、ここの境界の部分をじあの作るような、えっと、フレームを持ってきてそこにシャボン膜貼ってあげるとこんな形になりますだからこれだからどうやって作るかというと例えば四角い針金のフレームを持ってきてその四角いフレームをこうひねるんですねひねるとここの枠が出てきますそののひねった枠のとと、ころにシャボン膜貼ると こういった形の、なんか変な形の、シャボン膜ができると、いうようなのが、まあ、成り立ちます。あるいは、別の例行くと。シャーク局面と呼ばれているような、局面もありますね。こんな感じですね。まあ、数学的に、こういう局面が、平均曲率ゼロの局面として与えられていて。で、まあ。実際、このフレームの部分に。フレームっいうか、この、境界の部分を。と同じ形の、フレームを作ってあげると。 そこのフレームに、えー、とシャボン膜を貼ってあげると、まあ、こういう形のシャボン膜ができますよという感じになっています。他にはまあエンパー曲面と呼ばれているもので、まあ、これは同じものなんですがこれはあのグラフの描くところを、まあ、右側の方はこれ縦10まで見ててこれ縦5までしか見てないというのの違いだけで、まあ、本質的には同じものですね。これは自自己交差を持つようなな局小局面となってますこまあなんか自分で 交差してしてまうんですね実際のシャボン玉でやろうとすると自己交差が起こった時にちょっと別の力が働いてこれ壊れてしまうので、まあ、こういった形にはならないですけれども数学的に単純にその平均曲率ゼロっていうふうに伸ばしていくと、まあ、なんかこんな感じの自己交差を持つような局面というのも作れたりします。で、まあ、もうちょっと変なものを作ると、まあ、こういった極小局面とかもあります。これなんかすごいい気持ち悪い 形をしていまして、上から見るとまあなんか穴が2つ開いていて、このここに開いてる穴っていうのは下から見た時のこの穴ですね。なんかすごい変な形をしているわけですけども、これもまあ各点においてさっき言ってた曲率を測ってあげて平均曲率計算するとゼロになってます。だから各点において逆向きにこう曲がっている、るこっち側に曲がっているのとこっち側に曲がっているので、いつもそういう形になっているというような局面になっています。で、さっき言った話からすると。 極小局面を実っていうのはそのシャボン玉の膜の面なのでこの境界フレームに持つようなえっとそういったフレームを作ってあげるとまあこういったシャボン玉が作れるはずというふうになってますけれどもまあちょっと私はえっとどうやって作るかは分かんないです。あの理論上はこういうシャボン玉の膜が作れるはずというふうに言われてますけれどもえっとこれ実際に 作った人がいるのかどうかはちょっと私は調べてないのでちょっとわからないですね、えー、何とも言えないですけどもあまあ皆さんあのもしも実験とかでこういうのを頑張って作れたりしたら、まあ、それもまあいい研究だと思います。さてとここまでが、えー、と平均極率という話だったんですけれども、えー、ともう一個別の極率という概念もあって、まあ、ガウス極率と呼ばれているようなものもあります。 えっとまあ、ガウス曲率というのは何かというと、えっと、その主曲率さっきやった主曲率の積のことを、えっと、ガウス曲率というふうに呼びます。でまあこれも、えっと、何でこういうのを考えるのかっていうのはいろいろあると思いますがえ、まあ、あの一つの大事な量ですね。このガウス曲率というのは、えっと、皆さんがやってるようなこう平面幾何とかにもすごく関係のある量であの大事な量です。でこれをちょっと 見ていいいきたいなと思いますガウス曲率というのは、えーとまあ、これで定義されるもので特に、えー、とこのガウス曲率が一定の局面のことを、えー、と低曲率曲面というふうふに呼びますだからまあこれはあの,球の一部ですけれどもこういったものですね。これは、えー、とどっちも同じ方向に局面が曲がってますよね。だからそのここの部分にさっき見たく円をフィットさせて回してあげると。 どっち側にも、えっと、同じ向きに曲がっているので、えっと、正と正とか負と負の曲率だったりするので、まあ、あのこれは正の曲率を持つ局面とううになります逆向きに曲がっていても、まあ、同じですね。で一方、えっと、こういうふうにま、えっす、と、ぐになっているのはこれは、えっと、曲率がどっちもゼロですから、えっと、これは曲率ロの局面というふうになっています。で同じような感じで、まあ、この円筒の側面になっているようなやつというのもあって。 まあこれはえっと曲がっているように見えるんですけれどもガウス曲率の言葉でいうとこれ曲率0ですね。というのはこれ縦方向にはこれあの完全に直線の形をしているのでこっち曲率0ですね。こっちの横方向にはえっとちょっと曲がってますけれども曲がっててもこっち縦の方が0なんで 0× んとかでまあ0曲率というような形になっている局面になっています。こっちが正曲率の局面でこっちは0曲率の局面。こっっちは反対向きに曲がっているので 片っぽの極率と必ず逆符号の極率が出て主極率が出てくるというような形になってますのであのまあ負の極率の局面というような感じになっていますでまあこれの性質をちょっと見ていきましょうという感じですね次はでまあ極率ゼロの場合というのはまあ皆さんよくご存知の話でえっ、ー、とユークリッド幾何と呼ばれているものでまあ中学校とかで 扱ったようなものになっています。まあ代表的な性質3つあげました。でこれをまあユークリッド幾何の場合は皆さんあの当たり前というような感じをすると思うんですが、これをまあ他の機何ではどういうふうに見えるかというのをやってみようというのがまここでの次のトピックですね。まあ、第一に平行線行為が成立するということで、えまあ、ちょっとこれあの <laughs> 当たり前すぎて何とも言えないと思いますが、直線 l とその上にない点 P が与えられたときに P を通るに交わらない直線がただ1つだだけけ引けるといいううような性質が知られていますだから直線 L とそれの上にない点 P が与えられた時にその P を通って L に平行な直線がただ一つだけ引けると、まあ、当たり前っちゃ当たり前なんですけれどもそういった性質がある他の曲率が0じゃない場合は実はこれは成立しないっていうのを比較のためあとで比較するためにちょっと見ましょうということですね。 で他に皆さんよくご存知の性質としては例えば三角形の内角の和は必ず 180° 度になるということが知られています。まあ、これも当たり前っちゃ当たり前ですけども内角の和を内角をそれぞれ αβγ というふうに置くとその和は 180° 度になるということが知られているわけですね。でまあ、えー、とその三角形の面積と αβγ の間は、えー、と無関係で2位に取れると。まあ、ここの関係式はあとでもう一回出てくるところなので、まあ、ちょっとここはっ、えー、と後の比較。 の比較のために置いているだけなので、まあちょっとこれらはえあのスルーしておきましょう。で、えとあとはタイリングの話ですけれども、平面全体をえと正三角形でこうタイリングできる。で、その時の正三角形のタイリングは必ず一つの頂点に六つの三角形の頂点が合わさるようにできています。だから例えばここの点に注目すると、三角形が六個必ず向かい合ってますよね。そういったタイリングが可能になる。 まあこれはユークリッド期間の場合で、まあ、皆さんよくご存知の話なんですけれどもこれが曲率がゼロでない空間に行くと、まあ、ちょっと様子が変わると変なものが出てくるということですね。まあ、例えば球面上に移ると,、えっとこれはさっき言ってた曲率正の場合に相当するんですけれども、えっと、球面上の期間どんな違いが出てくるかまず側地線これあの球面上のまっすぐな線即地線というのはその考えてる 直面上でまっすぐと思われるようなものですね。で、球面上の場合はまっすぐな線というのは大円です。えっとこれ真ん中のこの赤道の部分がまっすぐな線で、この上の方の円とか下の方の円はこれはまっすぐなあの球面上で見たときはまっすぐな線ではないです。あのこれが真ん中のやつが側視線であると。で、まあ直視線は必ず2個持ってくると。 2点で交わってしまいまいすね1つの大円と他の点を持ってきてそこに通る直線を持ってくると必ず2点で交わってしまうので、えっと、まあさっきみたいなユークリッド気化の行為が成立しないです1個のまあ直線球面上の曲線を持ってきてそこの,点そこの曲,曲線の上にない点を通る直線でさっきのやつに交わらないものが引けるかというとこれ必ず引けないのでそういったことが成り立たないと。 いう意味で、これは非ユークリード空間になっていると。で、少し面白い性質としては、この球面上の三角形においては、内角の和が180度よりも大きくて900度よりも小さいというような性質が成り立ちます。これあのあの平面上で三角形の和は三角形の内角の和は180度になるというのをまあイというほどこう聞いてきたので。 なんか最初に聞くとものすごい違和感を感じるのではないかなと思うんですけれども、例はこれですね。例えばこれあの全部側地三角形でタイニングしてますけれども、この上のところこれ90度ですよね。横のところも90度ですよね。ここも90度ですよね。ということで球面上で三角形の絵を描くと内角の輪が180度を超えます。これ270度の三角形になってます。でこれなんかはこれ120度120度120度なので。 内角の和が三百六十度になるというような三角形が存在する。というのも、なんか気持ちが悪いですけれども、こう成立するわけですね。だから、まあ、最大九百度までいけるので。あの、皆さん、ちょっと想像力が豊かな方というか、まあ。ちょっとやってみりゃ、すぐできる話ですけれども。九百度になるような三角形をちょっと作ってみてください。全部、えっ、ー、と。鈍角になるというか、鈍角っていうか。えっ、ー、と、まあ、百八十度を超えるわけですね。一個の角度が、まあ、三百度に近い。 めちゃくちゃ三百度に近いような三角形が作れるというようなことになっています。であ,るあるいは、まあ、これ、例えば例としては、これは。何かというと、こあの、まあ、リンゴをこう切ったみたいな形にしてますが、これ二角形ですね。球面上だと、三角形じゃなくて、二角形っていうよくわかんない図形が作れるというのも、まあ、面白い点かなと思います。平面上で、まっすぐな線を使って、二角形作ってくださいというのは。 不可能なんですが球面上だと二角形が作れるさすがに一角形はここでは作れないんですがちょっと局面に細工をするというか変な局面を考えると、まあ、一角形を作るということもできたりするので、まあ、ちょっとあの考えてみたら面白いかもしれないですね。でまた別の性質としては球面上の三角形に対しては内角の和と面積の間に 一定の関係式があるということが知られています。だから角度を決めると面積が自動的に決まってしまうというような性質もあります。さこれさっきのあの平面上の場合とは全く逆ですよね。平面上の場合は面積と角度の関係は無関係だったわけですけれども球面上では関係があると。でどんな関係があるかというとこういう関係があります。この K というのはえっ、ー、と極率ですね。ガウス極率使うとガウス極率と面積の積が 内角の和く -180 度をまあこれでスケールしたものになっているというようなことが知られていると。でこれはまあ,あのこの等式自体はさっきの平面上でもまあ成立してるんですね。というのは極、えー、率はゼロですからちょっと戻りますが面積×極率ゼロなんでこれゼロですし右辺の α ス β ンマはこれは180度なんで。 と19引くとこれ180になってしまいますからこれはまあ平面上でも成立しているんですがそれをまあこういった等式としてまあ拡張することができるということですねでもう一個タイリングの話をするとえっと球面上では三つ四つまたは五つの頂点が向かい合うような側地正三角形でタイリングできるということがわかりますだからこれがさっき言った三つの一点に三つの三角形が 向かい合っているような側地三角形でこう球面をタイリングしているというような形になっていますこっちは1点に4つの三角形が向かい合うような側地三角形で球面全体をタイリングしているというような形になっていますでまあ、あと5つの頂点が向かい合うタイリングというのもできますとここには書いていないですがそんなに難しい話ではないので気になる人はちょっと考えてみるといいかもしれないですどうやったら 五つの頂点が向かい合う、そし三角形で、球面を対峙できるかと。まあ、こう三位四五ができて、六はできないですね。六ができるのはユークリッド空間ですね。ユークリッド空間だと六個と。じゃあ、七個はどうなのかという話になってくると思うんですが、実は七個っていうのができるっていうのは。双極幾何と呼ばれている、曲率が負の場合の空間ですね。と、これは、そうですね、なかなか。 絵が描けけないですけれどもちょっと次のディスクモデルを見てみましょうこれはポアンカレのディスクモデルと呼ばれているもので双極平面のの円盤型の地図になっています、えっと、このところがまあ双極平面と呼ばれているもので内側円盤の内側が双極平面の点でこの外側の黒い線これが双極平面の無限円をまあ表しているものだというふうに考えてください。 そういったモデルを作ると作ってあげるとそのポアンカレディスクの上では双極平面上の側地線まっすぐな線というのが、えっと、その外枠に直行する円でこう表されるとこれが、えっと、その双極平面の円盤型の地図ですね。でここであの「側地三角形こう書いてありますけれども。 これ,ちょっとこれ分かりづらくて申し訳ないんですけどもこれ内角の和が180度未満な形になってますちょっと性質の方を先に見ていきましょう、えっと、双極平面の上では平行線行為は、まあ、もちろんもちろんというか性質していなくてで、えっと、楕円基下の場合とも全く違くて、えっと、交わらない二直線というのが、えっと、無数に存在するというような状況になっています。ユークリド空間の場合は、えっと 直線が与えられてその上にない点があるとその,ないその点の上を通る、えー、と交わらない直線が1個だけしてる楕円期間の場合はそういったものは1個もしてないとで双極期間の場合はいっぱいあると無数にある無限個あるというようなことが知られていると。でそれはさっきの円盤型地図を見れば、まあ、明らかでこれまあ例えば1個直線を持っていきましょうとその時にこの直線の上にないここの点を取ってきた時にここを通るような 他の直線はありますかとでこの円盤型地図の上では、えっと、直線というのは外枠に直行する円で書かれてますからここを通るような外枠に直行する円っていうのはこうなんか無数に引けるわけですね。ということで、まあ、そういった意味で平行線行為が成立しないようなものになっていますしまた今の双極平面の世界では内角の和三角形の内角の和が必ず 180° 度未満になると。 いうことが知られています180度にはどうやっても到達できないというような形になっていますでさらにさっきの面積との関係式が同じ形でやっぱり成立するとだからえっと双極平面においても三角形の面積と角度の間に一定の関係式が成立するということが知られていますでさらにタイリングはどうなっているかということなんですけれども双極平面全体を 7つ以上の二位の個数の頂点が向き合うような。即地生産角形でタイミングできるということも知られています。で、このタイミングについては、まあ、ここでは絵は描いていないです。えっと、どういうふうにやったら、この空間を即地生産角形で。7つ以上の三角形が向き合っているようなもので、タイミングできるかっていうのは、ちょっと皆さん。ぜひ想像してみてください。で、まあ、これは想像してみてくださいと言いましたけれども、実際、あの。 検索したらすすぐ出てくる話ですねあの今すごく便利で双極平面タイリングとかで検索したらいろんなタイリングが出てきます。えー、と三角形だけ双極平面の場合は三角形だけじゃなくて四角形もちろん四角形でタイリングするっていうのはユークリル空間でもできるのであまり不思議ではないと思うんですけども、えー、と六角形七角形八角形九角形何角形でも、えー、とタイリングすることができるというような形になっていましてまあすごく不思議な 世界になっています。最後にえっ、ー、と空間の曲率というのに触れてえっ、ー、と終わりにしたいと思います。で今までえっ、ー、と直線直面の曲がり具合を調べるというときになんとなくこう円をフィットさせてそれで曲がり具合を測るということをやってきたんですけれどもまあ、例えばここに書いたのはそれですね。直面の曲率を測るときは直面の外側まあ曲面は二次元空間なのでそれの外側の三次元空間から 円をフィットさせることで、まあ曲率を測りましたということをやってきました。じゃ空間の曲率、空間が曲がっているかどうかを測るのはどうやったりかと。それは同じようにやればいいんじゃないかと。空間の外が、もうわけわかんないですけど、四次元空間から円をフィットさせて、そのフィットさせた円の半径を見て、曲率を測定できるんじゃないかと。はてなついてますね。で、これはえっと実は数学的な定理としては全く問題ないです。 数学的には別に四次元でも五次元でも任意の次元の空間考えられますからその高次元から見て円をフィットさせて曲がり具合を測るというのは全く問題なくできるわけですね。じゃあこれでまあよかったよかったというふうに思うのかということで,ことですけれども、まあ、実はちょっとそうるといろいろまずいところがありますね。まあ、実際に我々が住んでいる空間は3次元空間ですからこの空間が曲がっているかどうかを 測定したいと思った時にじゃあ4次元空間から円をフィットさせましょうというと、まあ、ちょっとこれはだんだん危ない話になってくるわけですね。我々は3次元空間から逃げられませんから4次元空間から円をフィットしてこう曲がり具合を測るということはできない曲がり具合を測りたいからまっすぐな定規を持ってきてこう空間に当てようとしても空間自体が曲がっていると定規が曲がってしまうので我々も曲がっているようには見えないけどということになってうまく曲がり具合を測れない。 問題があります我々のこの住んでいる空間の曲がり具合を測るにはどうしたらいいか内側から測るにはどうしたらいいかそういったものをまあ内在的な方法で内側から何とか測るということはできないかということが問題になってくるわけですね。でその時に実はさっきのこのよくわからない関係式というのがそれの問題に答えるキーになっています。 というののはさっきのちょっと戻りますけれどもこの三角形っていうのは完全に外側から見て三角形ではなくてその世界で三角形というような形ですよね内側から見て三角形になっているとでその時にこのの内角和を計もしも内角の和が 180° 度よりも小さければ、まあ、面積は正ですから曲率が負だっていうのが内側からわかるんですね。 我々の住んでいる空間の中で三角形を描いてでその三角形の内角の和を計算して1 8 0かより大きいか小さいかっていうのを比較するとそれを比較することでそこの部分がどっち側に曲がっているか曲率が正なのか負なのかというのを測定することが実はできます。でまあ偉い人はいて実はこれもガウスっていう、まあえっと、1800年代の方だと思いますけれどもがすでにそれに気が付いて。 えとやってますガウスがこの3つの山の頂上を結ぶまあもちろんねこうすごく小さいところで三角形描いても、まあ、それあんまりそのほとんど1 8 0度なんで分かんないんであのできるだけ大きい三角形を作ってその三角形の内角の和を計算してあげましょうというのでガウスはこう3つの山の頂上を結ぶ、えー、とすごい1 0 0キロ規模の三角形を作ってそこの内角の和を測定したと。 測定したそうですでその測定結果はどうなっていたかというと内角の和はまあほぼほぼほぼ180度だったと。でまあ測定誤差もありますから微妙な誤差とかもあるんですけれどもまあ180度になってただから我々の空間はう曲がってないというふうになっているのかと。実は、えー、とそうではなくて我々の空間は曲がっているということが今の現代の物理では知られています。 アインシュタインの,この場の方程式と呼ばれるものでまあえっとここではもちろん細かいことは全然説明しないですけどもこの R って書いてあるのはえっとこれ極率ですねこの R の下付きの2つ出ているのがこれはえっと立地極率と呼ばれているような量になっていますでここの R っていうのはこれはスカラー極率ですねでまあ G っていうのはえっと空間の計量を表すメトリックなんですけれどもあとラムダはえっと宇宙定数ですね t っていうのは、えっと、これはエネルギー運動量テンソルなんですけれども、まあ、ここの部分が質量に関係するものになってます。でまあこの方程式まあその極率が絡んでいている方程式で、まあ、ここにまあゼロじゃないものが入っていると、まあ、ここもまあゼロじゃない,ない状態にならなきゃいけないんでまあなんか曲がっているということがまあ少なくともこの方程式から分かる。だから質量があるとその質量によって空間周りの空間が 歪むというのが知られています。で、歪んでるんですけれども、その歪み方がものすごい小さいんで、ガウスの時代の測定誤差、測定装置ではその誤差まで検出できなくて、まあまっすぐだなっていうふうにわか分かったっていうか、まっすぐだなというふうに結論になったということですね。まあでも実際は微妙に我々の空間も曲がっているということが知られています。で、曲がってるだけじゃなくて、実は宇宙は今こう。 広がってていいいるというのも知られれます、まあ、これハッブルの法則これはまあ完全に物理の法則ですけれどもあの天体を見るとですね天体は我々からこう離れていると離れていっているというのがまあ観測からわかりますでその離れていく速度は実はその我々の位置からその天体までの距離に比例しているとすごく近い天体はゆっくり離れているしすごく離れている天体は速い速度で離れているというのが知られています でまあ、これはどういったことなのかというと、まあ、今のところ、まあ、こう空間がゴムみたいなものでできていてそのゴムがビヨーってこう一斉に伸びているというような状態ですねそうすると,、えっとゴムの上にこう天体が乗っていて近いところはそのゴムの伸びがあ,の、まあ、あんまり伸びないからこうゆっくりだし離れているところはゴムがこう全体が伸びていくので早く伸びていくというような感じで解釈されていて、まあ、どうもうち我々の宇宙はこう 膨張を続けてていいいいるららしいというのも知られています曲がっているだけじゃなくてこう膨らんでいると。でその膨らんでいって最後どうなるのかというのの運命を結論付けるのが実はこの極率なんですね。宇宙の全極率を計測してそれが正か負かまたはゼロであるかというのに応じて以下の3つの宇宙モデルが知られていると。我々の宇宙の 将来を決定づけるのはの宇宙の全極率時空の全極率によって宇宙の運命が決まると。でこの宇宙の全極率というのは現在の膨張速度と宇宙の今の現在の、えー、と平均質量から算出することまあその値を計算することができます。でどういった未来があるかというとまずもしもまあ極率が正だと今広がっている宇宙がいつか 膨張をやめて今度縮み始め,る縮み始めてこう縮んでなくな,なくなるかどうかわかんないですけども一点に潰れてしまった、まあ、ビ,ッグガバビッグバンという言葉は聞いたことあると思うんですけどもうちは難しいものすごく小さかったものが今広がってでかくなったわけですけどもその大きくなったやつがまた膨張をやめて縮んでまた縮んでしまって、まあビッグクランチと呼ばれたりするわけですけどもそれが、まあ、一つの運命ですね。で 極率がゼロの場合というのはまあこれ平坦な宇宙と呼ばれてますけれどもこの膨張速度がだんだんゼロに近づいてゆっくりなってくるというような未来もあるあるいは極率が負の場合これはまあ開いた宇宙と呼ばれてますけれども膨張速度が正のままでどずっとこう広がっていくというような未来もこうある。だからまあそれは 今の膨張,速度、まあ、膨張速度はこのハッブルのハッブル定数から分かってで平均質量を、ね、計算してどれになるかということですね。こ、ま、れ、あ、ちょっと一番ちょっとかなり怖い未来ですね。まあ、怖い未来ですけれども、まあ、我々が生きているうちには実現しないのでまあ大丈夫ですが、まあ、怖い未来なのか、まあ、こういった未来なのかと。であのまあこれはまあ聞いた話ですけれども今のところまあ10年ぐらい前に聞いた話なので最新の理論は分からないですが10年ぐらい前に聞いた話だとまあ どうも、えー、と結構ゼロに近いというようなか今見えてる宇宙に関してはどうも極率はゼロなんじゃないかというような話になっているそうです。まあ、今現在は分からないですけれどもということですねとということで、えー、ちょうど時間となりましたので最後に参考文献を挙げて終わりとしたいと思います。とちょっと拙い話で大変し縮ですけれどもえっとご清聴ありがとうございました ファンクロスター・ウォーター・ファンクロスター・ウォー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 ター・